都市圏、または、都市特権は、中世のヨーロッパで領主が領地内の町に与えた、公益権やギルド結成権などの諸権利のこと。これらの権利を得た町は、周辺の町より力を持ち、都市と呼ばれた。また、自治権や課税権も与えられることが多かった。都市法と翻訳されている場合もある。ユトレヒトの都市圏の文章オランダ圏における、都市圏とは、 10世紀から19世紀のオランダ県において、領主が特定の町に与えた権利のこと。中世において、この権利を得た町のみが、市を標榜できた。この権利が得られるかどうかは、住民の数によっては左右されなかった。例えば、都市権を得た最小の市はスタフェルデンで、人口40人ほどである。都市権が与えられた都市は、商人が移り住むのに、 魅力的な町となり、その結果都市の経済が栄えることとなった。領主は都市からの税収が増えることにより、結果として経済的利益を享受できた。中世において増大していた戦費を捻出するため、都市圏と引き換えに得られる税収は領主にとって重要になっていった。本来、領主は都市に対して一定の権力を保有しているのだが、 都市が発展しその権力を集中させ一段と独立性を高めていく中で、いつの間にか領主から独立した都市国家のようになるものも出てきた。このような都市は力を持った市民や商人が統治し、経済力と軍事力をますます増大させていくこととなった。最初に都市権が与えられた町はデーフェンターで956年のことである。 これは98年にローマ帝国から都市圏を得た内面編の方がはるかに昔ではないかという議論があるところだがここではこれらの都市が現在の都市に継続していないという点で最も古い都市をデイフェンターとしている中世後期には多くの町に都市圏が与えられ商人や貿易省の強力な働きによりオランダは16世紀に 世界初の近代的な共和国になることとなった。都市圏は国が開発され中央集権化を進めるとともにその役割を得ることとなった。オランダでは都市圏を獲得した最後の都市はウィレムスタッドで1586年のことであった。オランダ共和国時代に入ってから都市圏を獲得したのはブロックザイルで1672年のことである。 18世紀末のバタビア革命後は、フランス方式を取り入れた、地方自治制度が確立され、都市圏は一旦無効化された。1813年に、ナポレオン帝国が崩壊した後、オランダ王国下で、都市圏が一部復活したが、立法と司法は国家に属するとされた。1848年のオランダ憲法制定により、1851年からは、従来の市長 孫という区分は完全に撤廃され、都市圏も完全に否定され現在に至っている。19世紀初頭に都市圏を得た町に与えられたものは中世において与えられていたものと全く違い、単に象徴的なものだけだった。現在のオランダの自治体組織には市という区分は存在しない。大都会も田舎も同じ基礎自治体の単位であるヘメエンテが 最小の自治単位である。ありがとうございます。